えー、こんにちは黒田和義です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですねデジタル講座で,ですね、えー、データの大きさの2番目でですね実際のデータっていうのが大体ど,れどういうデータがどれぐらいの大きさなのかっていうものの、えー、お話をしたいと思います。よくこうねあのー、メールで送ったんですがエラーが出てどうしようもないんですって言って聞いてみると1ギガとかですね、えー、いやそんなでっかいものをその要はその そそんなんなでそのメールで送ろうとしてたのっていうのがそれがなんか感覚があんまりわからない要はポストの中にものすごく巨大なこう冷蔵庫ぐらいの大きさのものをグイグイグイ入れようとしてる感じでも入らないんですよエラが出るんですエラが出るそれはもう全然大きさが許容作業と違うからね送り方変えないとねっていう話なんですがまあそういったお話をしていきたいと思いますこのお話がしたいたために前回1バイトのお話をしたんですね日本語で一文字、えー、1バイトだとえー え英語で1文字日本2バイトで日本語1文字ぐらいの大きさだっていう話をしたので1キロバイトっていうのは500文字,字原稿用紙まあ400字詰め原稿用紙っていうのを作文でよく書いたと思うんですがあの原稿用紙1枚分ぐらいがだいたい1キロバイトですよっていうことですね。なのでえっ、ー、とフロッピーディスクっていうのが昔ありましてこんな黒いやつですけどあのフロッピーディスクっていうのが1.4メガだったんですね。 1.4メガだったから結構なもう書類としては結構十分500ミリ絆原稿用紙が1400枚入るっていうふうに考えたんですね1.4らね1400枚入るってことはかなり文字のデータとしては多い感じですね1400枚だと結構大きな、ね、これぐらいの小説でもそんなないですから小説だと23冊分ぐらい入るっていうぐらいの感じのえデータ量でございますねだから1.4メガっていうことですね フロッピーディスクっていうのは昔ですねこんな感じのやつで磁気フィルムっていうのがあってこう磁石のこの向きの方向ですねそれでこういうふうにデータが書いてありますこれハードディスクも一緒なんですねハードディスクは、えー、フロッピーは磁気フィルムだったのに対してハードディスクっていうのは硬いこう、ね、ディスクに書かれてたのでハードディスクっていうふうに呼ばれるようになりました で、フロッピーディスクっていうのは、もう起動ディスクって言ってこう、要はパソコンを立ち上げるために使ってたんですが、なので、これが一番最初に A ドライブって言われてたんですが、えー、もうフロッピーディスク自体が今ないですからね。だからいきなり最初から C ドライブっていうのは、この間のドレミファソラシドにすごい近いんじゃないかなという話がしますが、フロッピーディスクが最初 A ドライブでした。で だだんだん,だん,だんこういう大きいデータを使ってくるようになると次みんなが考えたのはですねやっぱりお写真でございますねやっぱりこうデジカメで写真を撮るっていうのもありましたしこの当時はまだデジカメってもなかなかそんな出てくることでもなかったんですがまあ写真っていうのがこう発達しましたえー、写真が発達してからパソコンというのは急激にこうその 発展を遂げるんですねこれはですねエッチな写真をですねやっぱりダウンロードしたいつまりエッチな写真がただで手に入るっていうことでものすごいこうパソコンできる人が増えたし実際いろんなこう、えー、そういう技術が上がったんですね、えー、男性のこのエ,エロパワーっていうのはすごいもんですよねえー、その非常に私もよく気持ちが分かります、えー、というわけでですねそうすると写真っていうのは、えー、今例えばこう 僕はあの iPhone X 使ってますけど iPhone X だとい1枚写真撮ると4メガか5メガぐらいいっちゃいますねそうするとフロッピーディスク1枚に入らないって感じですねで昔僕が買った一番最初に買ったデジカメっていうのが最高技術で撮ると1メガちょいぐらいになるんですよあそれものすごいでかいデータだねみたいな話をしてたんですねで昔はこうメ,メールっていうのは2メガまでって言われてたのでボックス自体が 2Mbps しか入らないので メールに写真1メガの添付するっていうのはなんてひどいやつなんだみたいな感じですねだからもう1メガ以上だともうポストにぎゅうぎゅうにこう詰めてる感じでもう他のハガキとか入りようがないみたいなそんな感じのイメージで、えー、そういうのは本当はよくなくてそういう大きいものを送るんだったらちゃんと届けてくださいよ別のやり方で届けてくださいよっていうことでした今はまあ20メガぐらい全然平気だと思うんであの 1>, 1メガ、まあ写真これぐらいだったら全然平気だと思うんですが。で、フロッピーディスクの次のメディアが出てきたのが、まあ僕らの時代だと本当に CD ですね。CD というのは650メガなんですよ。なので650メガだと結構大きい、もう画面いっぱいいっぱいにこう撮れるぐらいのこう写真ですね。写真の大きさっていうのはこの点の解像度、点がどんだけ多いかということと、一個一個の点の要はデータが。 例えば、えー、1バイトだと250色なわけじゃないですかだから2バイト色とか3バイト色とかそういう,こうフルカラーっていうふうになるとこうもう色の細かい色分けっていうのが過ごいされるとどん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 データが肥大していくってことなんですがこうにしても僕らの時代で言うと CD-ROM っていうのは650メガなんで大きな写真が600枚ぐらい入るっていったらですねまあエッチなこう 写真がそんなにたくさんこうデータで焼いてもらえるっていうのはちょっと嬉しかった覚えがありますね650メガだと音楽を焼くとすると74分っていう74分ですねで700メガだと80分っていう,こう CD はその CD のデータはそうなって今でもそうですね大体、えー、80分までですねレコードとかの時代とかもねもう1時間表面1時間裏面1時間っていうのが最大だったと思うんで なんかこう割ってみると5分間で大体44メガぐらいかかるんですね。44メガってかなりでかいですね、CD1 枚だとね。で、CD のクオリティよりも、まあ、じゃあ今度はその MP3 プレイヤーって言ってこう音楽を持ち運ぶためにこんなちっちゃいこうプレイヤーがいっぱい出てきました今もう携帯にバン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 入っちゃいますけど、その時に、えー、MPEG3 っていう、MP3 が。 mpeg4 layer 3ってやつですね。mpeg4 って言ってこう動画のためにこう動画をこう動画ってもっとこうパラパラしパパラパラ漫画なわけですからこのいい写お写真が650万円入るって言ったってもうパラパラ漫画にしたら一瞬で終わっちゃうわけじゃないですか。だからこう その写真のデータだけでもでかいのに音声データがでかいとこんなにでかいともうお話にならないということでですねものすごくこう圧縮したけど圧縮っていうのはこうっていうかこういろんなこういらないとこ間引いたりとかするっていうその圧縮の仕方をするんですがこの圧縮をしてしまうとこうちょっと音は悪くなるんだけど。 まあ人間が聞いて遜色ないぐらいでやると1曲3.5メガになったんですよ。10分の1ぐらいですね。これぐらいの、えー、データ量になるわけですね。そうすると、えー、CD って CD で聴けるためのデータだともう650メガだと74分しか入らないけど650メガの中に MP3 っていう形にして入れると CD プレイヤーではかけれないんですね。考え方が違うから。だけど、えー 3.5メガですから、まあ、200曲ぐらいは入るということですねだから CG1 枚に曲が200曲入って持ち運べるっていうのはものすごく画期的だったわけですねそしたら MPEG4 っていうつまりこうそのさっき言ってたこの動画です動画だとものすごく圧縮しても大体こう2時間ぐらいすると800メガとか、ね、で DVD っていうのが出てきたわけですよ DVD っていうのがね、皆さんこう、まあ、その当時はレー,レーザーディスクだったりとかしたんですけど、DVD の規格4.7ギガってやつですね。なので、こう、どんどんでなくなってくるでしょメガ。写真だと、こう、1枚1メガぐらいだったものが、えー、CD だと1ギガちょっと手前ですよね。で、そうすると4.7ギガ、CD-ROM でいうと、この、えー、6枚か7枚分ぐらいのデータで、えー、まあ、 そこそこ綺麗な動画が2時間見れますよという形だったんですね。これを圧縮したやつが MPEG4 ってやつで、これだと1ギガいかないかな、ちょっと画質良かったら1ギガいくかな、みたいな感じのイメージですね、今でもね。なので、画質さえ落としてしまえば、えー、DVD のやつをちょっと圧縮して入れると、CD に入れて、えー、1枚渡すことができたという形でございます。なので、えー、っと、 僕らら音楽扱いますからねあのこの辺すごい大事ですよね。1ギガの中にどれぐらい入るか。要は CD のデータっていうのは結構こう音のクオリティがいいので、冷、えー、圧縮って言われてるやつですね。えー、パソコンで読む時には WAV かな。WAV ファイルっていうやつに変換したものが要は音声の音質を落としてない感じ。 そのままですね CDDA はこれはパソコン上では扱えなくて CD に焼いて CD で CD プレイヤーで聞くためだけのデータなわけですねパソコンで音声をこう変換させようと思うと、えー、WAV ファイルとかにこう変換しなきゃいけないつまりこう それぞれに決まったフォーマット。だからこれはまた次回や,りやろうと思ってますが、写真でも JPEG とか PNG とか g i f っていうのがあるんですけど、それはどういうふうに扱えばいいかっていうことですね。その辺の難しいところでございますが、えー。ざっくり覚えていただきたいのは、1バイトっていうのは文字データとして1文字ぐらいだよ。2バイトで日本語1文字ぐらいだよ。1キロにすると、まあ原稿用紙、えー、1枚分、えー。だから、えー、っと、1メガだとそれが 1000、えー、枚分ぐらい入るのねっていう。で、フロッピーディスクっていうのはその辺の時代だったってことですね。で、前にもお話したけど、MP3 MP だと5メガぐらいなんですけど、ミディデータっていうのは、この間も説明したしましたが、こうやって演奏のデータが入ったわけでしょ。演奏のデータ、なんどのタイミングでどの日って聞くかだけなので、文字データぐらいの本当に一音に対して何バイトぐらいで済んじゃうので、なので、えー、 5分ぐらいのミディデータだと100キロぐらいで済んじゃうんですね。だからフロッピーディスクの中に昔入れてましたからね、あの電子オルガンの人たちね。だからフロッピーディスクになったら、これだと14曲ぐらい入っちゃうみたいな感じですよね。フロッピーディスクに10曲、14曲ぐらい入っちゃうってことでですね。昔ヤマハの、えー 伴奏くん君ってやつがありました。あれはフロッピーディスクですね。ガチャって入れると10曲ぐらい入ってて、それをこう、ミディデータだから、ドラムの音だけ消したり、ベースの音だけ消したりとか、速度上げたりとかして演奏できるっていう、そういうこう、ヤマハの PMS、ポピュラーミュージック、えー、スクールですね。僕そこねの昔先生やってましたから、それの時はこのミディデータをフロッピーで使っていました。だから、フロッピーディスクに MP3 なんかもちろん入らないですし、えー この CDDA データなんてもう1曲分ももう1曲44メガでから全く全く入らない CD のデータなんていうのはフロッピーディスク40枚分ぐらいっていうふうに考えていただければいいですねなのでフロッピーディスクが1メガだった頃にこの CD っていうのが1ギガジャズジャズ1ギガ弱のデー えー、データっていうののこのメディアが出てきて、まあ、今 SD カードとかそういったものが全然あるのでこんなこれぐらいのもう1ギガ2ギガもう16ギガぐらいの USB とかありますあ,ありますもんね USB とかね SD カードとかこの当時はもう CD に1回焼いてファイナリングっていうのをやらないと相手がこう読め込めなかったとかそういうのがあるんですが、まあ、この CD っていうのが出てきてそうすると1曲、まあ、50メガぐらいのものが 音楽データなんだけど、MP3 にすると4メガ、5メガで済んだんですよっていうお話ですね。で、えー、DVD っていう動画が出てきて4.7ギガ。で、ブルーレイとかになると300ギガとかっていうものになってくるんですが、そうなってくると今だ、今この上のテラとか出てきてますね。やっぱり1テラのハードディスクだと1テラ、2テラ、3テラ、うちは3テラを4発ぐらいパソコンに積んであるので、えー、もうそれぐらいの もう昔テラーなんて出てくると思わなかったですよね。もうそろそろペタが出てくるんだ。ペタがその1000倍ですで。エクサ、ゼタ、ヨタまであります。僕が生きてる間にエクサ、ゼタぐらいまで出てくるのかな、ハードディスクは。えー、ものすごい大きさになると思うんですが。というのは、まあえー、さておき、えー、この大きさ、要はつまりこう、 動画がこの動画が面白くてこの DVD が面白いからこれパソコンに取り込んじゃったから4.7ギガだけどメールで送っちゃおうかなっていうのがいかに非常識なことかっていうのが分かっていただければいいかなと思います大きいデータにするとあのそういう,こうメールのこのボックスの中に入れるんではなくどっかクラウドっていうところにあげといていつでもダウンロードできるようにするとかまあ YouTube みたいに、えー、YouTube YouTube なんかもね、今はもう制限なくガンガン上げれますから、YouTube の上に置いといて、えー、リンクを送るとか、そうすると、必要なときに必要なものだけダウンロードしながら見れるので、全然、えー、今はこう平気なん,なんでございますが、えー、とりあえず、このようなデータの大きさのある程度の指標が、データは5分、100キロぐらいだよとか、 ロッピーディスクは1.4メガぐららいいいいだだよとかた、ね、こうう覚えて,おいてもらうバイトだと文字だよ、キロだと文字とか写真1枚だよ、メガになってくると音楽データとかで使えますよ、ギガぐらいになってくると動画も扱えますよみたいなイメージでざっくりとこう大きなデータの大きさのある程度の指標っていうのは持っといていただかないとパソコンをいじってる時にそれってちょっと。えーと 圧縮しないとなんで圧縮するんですかとかいや圧縮するっていうのはこういうことですよ要は44メガっていうのを3.5メガにするっていうね、まあ、圧縮も化逆圧縮と非可逆圧縮っていうのがあったりとかしましてそれもまあ考え方だけを覚えてしまえばそんな大した内容ではないんですが、えー、ぜひ,ぜひ、えー、もう音楽をこうやっていく上で音楽のデータを扱ってパソコンをやっていく上では 必ず必要な知識ですのでこの辺はしっかり押さえていただきたいなと思います今日もご視聴最後までありがとうございました今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いしますメールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いしますこちらの方のビックリマークの方ね えー、押していただけると中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください。以上でです黒田ししたたありがとうございました